お元気ですか、ボクシミでございます。今回は BBM オリックスバファローズベースボールカード2024の開封動画でございます。こちらは1パック7枚入り、1ボックス18パック入りでございますので、9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。まずは前編の9パック開封していきたいと思います。まずは前編の1パック目でございます。阿部翔太投手でございます。こちらでございます。で、紅林幸太郎内野手のこちらでございます。で、ちょっとね、滑舌が、悪かったらごめんなさい。これは富山亮が、投手でございます。で、こちらね、オリックスバファローズのこれ、マスコットでございます。こちらでございます。横山楓投手でございます。宗優馬、こちらが、内野手でございます。で、紅林幸太郎内野手のこちらでございます。こちらがですね、ちょっとね、鏡張りになっております。こちらがですね、250cc でございます。はい、2袋目でございます。井口和友、こちら、投手でございます。かつね、日本ハムファイターズにも在籍していました。吉田輝星投手でございます。吉田投手も、ファイターズに在籍していたことがございます。杉沢優外野手でございます。野口智也内野手のこれキラでございます。で、山崎総一郎投手のカードでございます。ちょっとね、カメラの方を撮ってしまいました、失礼いたしました。で、小田島清流、投手でございます。紅林幸太郎内野手でございます。3袋目でございます。こちらね、福田周平外野手でございます。で、こちらでございます。はい、で、山崎総一郎投手の、はい、これカードでキラでございます。で、平野義久、投手でございます。石川遼、捕手でございます。石川遼捕手も、日本ハムファイターズに在籍したことがございます。この俺たちの絆、高島投手、小田島投手、権田投手のこれ TKG のねカードでございます。で、杉本裕太郎外野手の、ね、カードでございます。
4袋目でございます。吉田輝星投手のカードでございます。で、宮城弘也投手のこれカードでございますが、こちら 200C でございます。2000年と2024年の当時のね、投手のこれカードでございます。はい、200C でございます。続けていきます。中川圭太、内野手でございます。少々お待ちくださいね。カードがちょっとくっついてちょっとね取れにくくなっておりますがね、取りました。中川選手でございます。で、中川圭太内野手のカードでございます。堀柊那、こちらは、保守でございます。で、マーウィン・ゴンザレス、内野手でございます。渡辺春人内野手でございます。5袋目でございます。チー・岡田外野手でございます。太田亮、内野手でございます。で、エスピノーザ、投手のこれカードでございます。コーディ・トーマス、外野手のこれカードでございます。で、佐野広大外野手でございます。で、ルイス・カツチーヨ、投手でございます。ロッテにもね、在籍しておりましたトーマス・カイセイ投手でございます。6袋目でございます。で、こちらね、バファローズの、マスコットでございます。で、これは、こっちがします、西川龍馬、外野手のこれカードでございます。広島東洋カープから FA で加入してきました。横山楓、投手でございます。宇田川優希投手のキラーでございます。ごめんなさい、またねカードがくっついて、ね、いましたね、失礼しました。宇田川隆起投手のカードでございます。で、北亮と外野手のこれ、ね、キラーでございます。失礼いたしました。村西亮太投手でございます。小田裕也外野手でございます。7袋目でございます。マーウィン・ゴンザレス内野手でございます。富山亮が投手でございます。戸谷雄平投手でございます。高島泰斗投手でございます。で、斉藤京介投手のキラーでございます。で、こちらですね、宮城弘也投手のカードでございます。こちらがね、ノーマル版でございます。
で、堀柊が捕手でございます。8袋目でございます。山下俊平太投手でございます。杉本裕太郎外野手でございます。トーマス海星投手でございます。北亮斗外野手でございます。西川龍馬外野手でございます。のキラでございます。で、宮城弘也投手のこれカードでございます。で、内藤豪内野手でございます。最後の9袋目でございます。前編の9袋目でございます。小木田敦也投手でございます。山足達也内野手でございます。森友也捕手でございます。頓宮裕真捕手でございます。でこちらでございまして、中島さとし監督でございます。で、これはラオフックですね、杉本外野手と福田外野手のこれ、ね、カードでございます。で、最後はアンドレス・マチャド投手でございます。はい、以上で BBM オリックスバファローズベースボールカード2024の開封動画前編の9パック終わりたいと思います。直筆サインカード出てませんのでね、後編に期待してください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。